クレームチャンネルへようこそ。自転車技師の岡田正隆です。さあ、そして今日はですね、こちら関西大阪に来ております。自転車 YouTuber が集まるコタクエっていうイベントですね、フレームを代表して岡田が参戦することとなりました。めちゃめちゃたくさんいます。今日はみんなでフォトロゲーニング的なことをしてきます。行ってきます。あ、スタートするんですが、どこから行こうかな。ここにいらっしゃい。行ってきます。さあ、というわけでスタートしました。 B4C さんにね、見送ってもらった、ちょっと嬉しいさあ、じゃあ最初のスポットに行ってきましょう。最初にね、そもそもポタクエって何ですかっていう話からしていかなきゃなと思っております。まあ、ポタクエっていうのはね、ポタリングとクエストを合わせた造語になるんですけれども、まあ、サイクリングをしながら、あのフォトスポットですね、運営ですね、運営の YTK さんが、設定したフォトスポットを回って写真を撮って、得点を稼いでいくという、いわゆるそのロゲーニングと呼ばれる自転車の楽しみ方の一つですね。まあ、それを今回その関西中心に自転車 YouTuber たちが集まって、で、みんなで一斉にこう大阪市内を回ろうぜみたいな、そんな感じのイベントとなっております。はい、まあ、チーム組んでたり、僕みたいにソロで参戦してたりと、みんないろいろなんですけれども、かなり大掛かりな、ね、イベントとなっておりますので楽しみですね。そして、30分に1回ぐらいのスパンで、なんかこうクエストっていうぐらいだから、なんかこうお題が出るらしいんですよ。お題が DM に送られてきて、でそれを指令に従いながら、フォトロゲーニングを進めていくというようなイベントになってます。もう聞いただけでワクワクしますよね。まあ、例えばそのお題っていうのが、あのアウタートップのまま次のスポットまで行くとか、ね、どういうのがあるのか分かんないですけど、まあ、どんなお題が出るのか楽しみっていう感じですね。さあ、それではそのまま歩みを進めていきましょう。さあ、最初のフォトスポットまでもうすぐ、左方向、こっちか、本当に合ってる不安なんだがさあ、着きました。ここがなんてとこ、布忍神社読み方わからんよし、じゃあ写真撮りましょう。次のスポットへ向かいます。これ向き合ってるかな、合ってるかな、ほいー、レッツゴー。普通にサイクリング日和だわ。よかった、今日晴れて。大阪の街をこうやって走る日が来るとは思わんかったな。楽しいわ。右方向ですね。右方向。はい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 。次のスポットが近づいてまいりましたね。もうちょい先を左折かな。マジ？え、合ってる？え、嘘？ここ？本当？本当？右方向？右方向？人んちやで。こっそ道。これ完全にあの Google さんがね、 Google さんのナビがですね、最短距離ですよって。あー、これ慎重に行こうわー、というわけで着きました。おにぎりのお店ですね。ちょっとせっかくだから小腹すいたし、ご飯食べよう。こちらはお稲荷さんのお店なんですかね。稲荷とおにぎり。あー、最近僕お稲荷さんめっちゃハマってるんですよね。そうですか。ぜひぜひ、いろんな種類があります。めっちゃうまそう。え、セロリって珍しい。じゃあ、セロリとわさび稲荷ください。かわいいお店ですね。かわいいですか。すごいかわいいです。カフェかと思いました。あ、そうこの優しいヘビコっていうのはどういうあれなんですか、その由来というか。ヘビ年生まれなんです、私。あ、そうなんですか。あ、それでじゃあヘビコさんなんですね。そうです、ね、ヘビメタのヘビかって言われるんですけど、全然雰囲気ヘビメタな感じじゃないですよ、ね、じゃあこちら、せっかくなんでお店でいただきたいと思います。何でしたっけ、わさびとセロリですね。セロリ、セロリ珍しいですよ。いただきます。もあの一口で言ったから全然喋れないんで油揚げのね、この甘辛い感じとセロリのシャキシャキ感がいいアクセントになって、すごい美味しいですね。これ美味しい。ごちそうさまです。ありがとうございます。あー、もう初手お腹いっぱいになってしまいましたね。あのお稲荷2個と唐揚げ最高最高。今日はね、結構グルメスポットなんかも設置されてるらしいんですけれども、さあ何箇所グルメスポット回れっかな、楽しみですね。では次なるスポットへ行ってきましょう。おー、気持ちいい。何川だろうね。
何側だろう。おー、他のチームに追いつきました。あ、アニマルランドさんいる。お疲れ様です。さあ、というわけでですね、今別チームと偶然合流しまして、一緒にある場所へ行きたいと思います。楽しみですね。八尾に着きました。ヤッホーさんの出身地ですね。自販機休憩です。さあ、目の前に立ちはだかる高い山、もうこれですね、今日一番の見どころ。さあ、今から行くところはどこでしょうか。やっぱり氷だよ。氷、氷が必要な時期。氷必要です。あの、すでに登ってますね、これ。まだこれからでしょ、入り口。関西遠征暗がり峠へ挑戦です。クリートでつけてると歩きすら、マジ壁じゃん、氷。ああ、暗がり峠の頂上。さあ、今アニマルランドさんと下ってます。大変光栄です。わあ、ここキッズ、ここキッズ。うわ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 、こんな時ばかりはディスクブレーキが恋しい。都合のいい男。いや、俺もそうしようと。ちょうど奇遇ですね。僕もそう思ってました。ここで止まります。うおー、ここで私止まります。はい、止まれました。私止まれました。止まれないかと思った、止まれました。おお。さあ、ここが最大勾配のポイントですね。今アニマルさんがサムネ撮ってますけど、これえぐいよ。とりあえず無事ね、全員あの落車なく終えれてよかったです。ここはマジで、現在時刻がですね、2時20分。今から、最終ゴール地点大泉緑地まで戻るんですけれども、距離にして約20キロ。4時までに帰らないと失格になっちゃうんですよ。というわけでですね、今急いでフォトスポットから大泉緑地まで戻っております。まあ若干余裕あるんじゃないかなとは思うんですけれども。ああ、これが花園か。ラグビーの聖地、こんなとこも通るんですね。帰り道、やべえ時間がやべえってなってる中にですね、お題が出ました。クエスト出ました。はい、僕がですね、これ変速禁止ということで、変速禁止のミッションが次のフォトスポットまで禁止ということなんですけども、直帰する予定なので最後まで僕変速禁止ですね。ミッションが出ちゃいました。僕だけこの、あ、ミッションダメだって。1人だけだね。はい、あの、あ、変速禁止アニマルランドチーム、あ、インナー禁止。アニマルランドチームインナー禁止です。今日の晩御飯は絶対美味しいですよ。この疲労感、この疲労感最高。さすがにお腹空いたのでバー食います。うめえ、喉乾く。コーヒー欲しい、コーヒー、アイスコーヒー、ガツンと冷たいやつごくごく飲みて。あー、おー、大阪名物サンガリアの、あ、ミックチュジューチュがある冷やし飴とか東京ないっすよ何それ。あの、なんか知らない、あの、ちょっと生姜っぽい感じの、せっかくだから僕もちょっと買わせていただきます。やっぱ大阪生まれのフリフリミックチュジューチュはミックチュジューチュ飲みますね、これ。あの結構はしばしばしです。ミックチュジューチュ、うめえ、うめえ。今現在の時刻がだいたい3時半。フォトスポットの締め切り時間ですね。そして4時までに帰らなければ、失格0ポイントということになるわけですが、まあ、だいぶもう余裕があるのでウィニングランという感じで安全に帰りましょう。あと3キロ。そして時間はあと20分。焦るような時間じゃないけど、やっぱり緊張感がありますね、残り時間が迫ってくると。これが、これが暗がり峠か。足つきしてしまったな。人間って階段だとこんなに歩きやすいんですね坂道地獄でした。よいしょ、大泉緑地に帰ってきた。ソロモンよ、私は帰ってきた。あ、ゴール見えました。
おお、いるかな誰か。ゴールが見えてきました。そして、あ、いたいた、みんなみんないた。ゴール。あー疲れた。あれ、なんかソロじゃなかったんですか。なんか途中でなんか一緒になっちゃって、暗がり行くんだったらってなっちゃった。あー疲れました。お疲れ様でした。里焼けで無事ゴール地点に帰ってまいりました。もうみんなだいぶ走ってますね。あ、B4C さんが見切れております。さきりこさんも見切れております。ポタクエですね。はい、無事完走しました。ここからあのポイントの集計多分あると思うんで、その結果が楽しみなところでございます。組む前にお疲れ様でした。みんなみんな773取るやってあ、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ノッキーさんはどちらまで。僕はですね、あの業者流水なん販売所とか結構南の山の方に行ってきて、ほうほうほう、でそこからこう下ってこっちに戻ってきた感じですね。なるほどですね。爽やかですね。やっぱチョイスが爽やかチョイスが爽やかで、いいバイクなんで楽々登りましたけど。いいなまこつさんが帰ってきました。タイムアウトしちゃっためっちゃ悔しい。失格だけはしたくなかった悔しい。全部に目線出すやん芸人やんこの絵面が面白いわザクッとあの結果発表いたします。おー、ありがとうございます。すげえ友情が芽生えてる。アニマルさんたちが2位と。おめでとうございます。おめでとうございます。ポトーは岡田君あのさらっとしすぎだもうちょっと引っ張ってますよ。もういくかな1847点で1位でございます。ありがとうございます。岡田すげえ。やらんやりづらいでけんくなんねんフレームいやー疲れました。ということでですね、ポタクエ第1回が終了しました。まさかのですね、1位フレーム岡田総取りということでありがとうございます。ありがとうございます。うるさいんだよ、絵面がうるさいんだよ。自転車 YouTube 界をですね、またこれからみんなで盛り上げていけたらなと思いますので、僕らのフレームだけじゃなくて後ろのみんなの動画もですねぜひご覧になってください。前に来るんじゃないよ。前どかすね。尺が長なんで、尺がなかなかどけへん乗っ取られたよさあということでですね、今回プレゼントしていただきました、リンタマンのシューズと、シーガージャパンの、サイクルキャップ5つですね。リンタマンは1名、サイクルキャップは5名の方にプレゼントさせていただきます。応募方法等々についてはこれからまたあの後日プレゼントの準備が整い次第、ツイッターなどで告知していくと思います。はい、ということでですね、皆さん今日は本当にありがとうございました。お疲れ様です。さあ、ではこの動画を見てポタクエ楽しそうって思った方、うるさいよやってんだよ、さあ、この動画を見てポタクエ楽しそうって思った方はグッドボタン、あとみんなでグッドボタンって言ってもらっていいですかポタクエ楽しそうだなって思った方はグッドボタン自転車 YouTube 界もっともっと盛り上がってほしいなって思った方もグッドボタンチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、それでは次回の動画もお楽しみに。さらばじゃ、さらばじゃ、ありがとうございました。楽しかったよ隠れたまんまかい